チャールズ・アンダーソンはアメリカ合衆国オハイオ州の当初ホイッグ等の地に共和党の政治家第27代オハイオ州知事アンダーソンはケンタッキー州ルイビルで父がアメリカ独立戦争の際にラファイエットの側近であったという名家に生まれたアンダーソンはマイアミ大学を1833年に卒業し法律を学んでオハイオ州で弁護士となった彼は オハイオ州デートンに移り、そこで弁護士を開業、後に軍の検事に選出された。1844年、オハイオ州上院議員に選ばれ黒人の権利の首相者として名を挙げた。その後に彼は健康上の理由からテキサス州に移る。1860年12月にサンアントニオで熱烈な演説を行い、連邦脱退に強く反対し、連邦の不滅を訴えた。 怒った現地の南部連合支持者はアンダーソンを脅迫し、捕らえさえしたが、逃亡して、家族と共に、デートンに帰った。エーブラハムリンカーン大統領はアンダーソンを、ヨーロッパへ、北部支持の演説遠征に送り、その後アンダーソンは、第93主願風評連隊の指揮を受諾し、北軍の大佐に任じられた。アンダーソンは、ストーンズリバーの戦いで負傷し、職務を辞して、 療養のために、オハイオ州に戻った。1863年後半に、オハイオ州副知事に選ばれ翌年に就任した。ジョン・ブラフ知事が死去し、彼は1865年8月29日に知事になった。1866年1月8日まで5ヶ月、足らずの在任であった。オハイオシカド・ドワイト・エル・スミスは、短い知事在任について、 何事もない。ただ決まりきった方通りの仕事を行うだけの職務と記している。知事職から退いた後、アンダーソンは弁護士業を再び始めて、ケンタッキー州へと戻り、81歳で死去した。アンダーソンの兄、ロバート・アンダーソン少佐も、また陸軍の士官であり、南北戦争発端となったサムター要塞の指揮官だったことで知られている。 他の兄弟ウィリアム・シー・アンダーソン氏は1849年から1854年までマイアミ大学の学長であった。ありがとうございます。